どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて、本日もリアルタイム対戦やっていきましょう。やっとね、1勝できたんで、まあ、計で言うならば、3勝はしてるんですけど、連敗がね、こうやって積み重なっていったんで、ようやく1勝できて、ほっとしております。というわけで、やっていきましょう。いやーね、前回の試合はね、ホームランがね、確か、北条選手と糸原選手とっていう風に出たんでね、やっぱ今回もね、ホームラン打ちたいね。っていうか、もっと言うとさ、その、なんて言いますか、野球の見どころである、花形である、ホームランがやっぱ見たい。ホームランが見たい。そして、ピッチャーは三振を取りたいって感じですね。まあ、とりあえずね、その、負けなければいいという気持ちは持ってるんですけど、いや、でも、負けなければいいというよりも、内容も良くしたいよね。まあまあ、やってみないとわからん。そして相手投手は西投手。コントロール抜群で、キワキワのところ狙われるとね、正直厳しいんで、甘いコースを見逃さずに、しっかりと一球で仕留める。これをリアルの阪神タイガースにもやっていただきたい。さて一球、どこに来るか。あー、こういうのよ。こういうのよ。はー、しんど。嫉妬。OK。いや、嫉妬をね、やっぱ一球で仕留めなきゃ。いや、でも嫉妬はなかなか打てへんよ。てか、縦スラがあんまりね、変化しないっていうのがしんどい。変化するならどんどんしてくれって感じなんですけどね。OK! しゃあ、インハイのカーブはもらいました。ナイスジョー君。さーて、送りバントにするかどうかっていうところなんですけど、ヒッティングでいきましょう。2番近本選手っていうのは、ヒッティングを目的としてるっていう部分もあるんで。ねえ、まあこれがね、しっかりと、機能してくれれば、そのリアルな阪神タイガースでもめちゃめちゃ強くなると思うんで。おー、カットか。さっきのストレートめちゃめちゃ速かったんけど、何？どういうこと？これは大丈夫。危ない。ギリギリ。ストレートがね、やっぱ苦手やね。いつまで経っても苦手ですね。おー、切れた。このインローにね、どんどん来る形、いいと思う。あー、はぁ、まあ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 。吉尾さんなんで。吉尾さんならやってくれます。いやー、ミスター、打ち損じ。いや、初回からね、やっぱね、そのリードできるっていう展開が一番いいんで、頑張れ。これは見逃せる。っていうか、西選手の S がめちゃめちゃ欲しい。めっちゃ欲しいんですけど、投手なら西選手。いや、野手なら、梅ちゃんか、大山くんですね。そしてトロちゃんは安定のヒットを打ってくれた。いやー、このままね、まあ、このままっていうか、昨シーズンというか、ね、日本球界にいてくれたらなというふうに思うんですけどね。まあ、もう無駄なことなんで。っていうか、今の振った、マジで。きつ。おー、抜けない。オッケー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 。まあまあ、1点取ったんでいいでしょう。そしてこちらのピッチャーは秋山選手ですね。一応阪神純正にはなってますが、できればキャッチャーは梅ちゃんがいいんですよね。まあただ、グッチと秋山選手のコンビっていうのは、やっぱ見てて気持ちいいものがあるよね。まあ、リード的にはね、やっぱインコースで体を起こして、で最後アウトローの変化球で仕留めるっていうのが一番いいんですけど、ただどうなんですかね。嫉妬、若干ね、内に入ったりとかされると、こっちとら何もできんくなるんで、あー、こういうの。おー、危ない。さて、最後どうするかね。フォーク。振れ。振ってくれ。オッケー。あー、ファールかー。くそ。じゃあ、ストレートで決める。ホームランにならんことだけ。おー。こういうのはね、ちょっとね、しんどいんですよね。まあ、とりあえず牽制。で、もう一回牽制。で、アウトローにストレート。
おー、ジョーくん、こういうのよ、昨シーズンこういうところでダメだったんでね。いやー、しんど、うわー、今のは痛い。オッケー、ヨーカーさんいいね。ヨーカーさん守備がいいんでね、こういうところはね安心して見れるよな。だからね、ボーア選手がどこまでやれるかっていう部分もあるんですけど、ヨーカーさんね守備もなかなかいいんで、サードでも見れるしファーストでも全然見れるんで、そこら辺がねどんだけやって、うわー、グッチー、いやー、どうしよう、まあ、とりあえず一球起こそう。そして最後はカーブですね。オッケー、じゃあ、はあ、怖い、高村さんの次に山川さんですよこれ。あー、よし、一球ちょっと内に入ったかなって思ったけど大丈夫。よし、カーブがちょっと苦手っぽいね。インコースで振ってくれれば儲けもん。よし、最後にカーブで決めたいんで、同じところにフォークを投げて、おっしゃー、これは儲けもん。ボール球でも良かった状況での今のボールは最高。まあ、審判さんとの兼ね合いもあるとはいえ、今のボールは最高。ただね、このサークルチェンジがね、微妙に外れるっていうところが、なかなか振りが止めれない。高速、そのね、この細かい変化球がね、すごく見づらい。今のカットでしょ、多分。いやー、さすが西選手。阪神のね、まあ、今となってはエースって感じなんですけどね、できれば藤浪選手になっていただきたいんですけど、まあまあそれは置いときましょう。これはね、相手の西選手らしいピッチングをされたんで仕方がない、これは仕方がない。切り替えて、あー、今の振りに行けた、若干反応遅れた。 OK、このね、高速スライダーと高速シュートの見分けがなかなかつかないってところが西選手のすごいところやんな。まあ、ツーシーム系と表記はされるんですけど、ただね、全然違うんでね。っていうか、今のカーブやった？なんかすごい球速速かったような気がするんですけど、まあまあいいでしょう。切り替え。OK! 中谷さん、いいよ。グッチ頼む。ここにカットボールなんですよね。次この辺かな。オッケー、バッチシ当たったー、グッチのホームラン。いやーね、バッチシ当たったね。僕ならそこに投げるっていうボールを 100% なところに投げてくれたね。たまらんね。僕ら相性いいと思うで。さてもう2点ぐらい欲しいね。安心できる点差じゃないんでね、3点なんて。ストレートに振り遅れる。これは大丈夫。最後、遅いボールかな。サークルチェンジをこの辺に。カーブでしたね。まあまあ、配球的には全く同じでしたね。最後はいい。おぉ。まあ、なんとなく配球は全部読めてるっていう感じなんですけど、うー、マジか。これはしゃあないとしか言うしかない、はあ、頑張れ。危ない。ああいうボールに釣られるっていうのが一番ダメ。大丈夫、相手も疲れてきてる、はあ、まだ大丈夫。こっちはバッティングカウントですから。よし、次はボールじゃなくてストライクゾーンに入れたいはずやから。いやー、これは振れへんよ。最後この辺にカーブ、もしくはサークルチェン。 OK、 完璧に読めてるわ。このね、ある程度読み切れるっていうのがすごく大事で、どんだけやれるかっていうところにそこにかかってきますよね。
あーはー、はい、いいでしょう。いいでしょう。あと3人。3人。3人頑張ろう。インローにストレート。ボール球でもいい。オッケー。これは打ち取った。あー、取って欲しかった。オッケー。オッケー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 。ボール球で全然問題なし。それで空振りが奪えれば、オッケー。最後は、ストレートで決める。流されたらしゃあない。あー入ってない。ボール球でも OK。 OK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 。 よし、一つ。あともう二つ。坂本選手には初めて投げるカットボールですね。よしよし、詰まった。で、一球ボール球でいいんでストレート。アウトローにナックルカーブを投げて、最後はインハイのストレートで決める。ああ、入ってないんか。じゃあナックルカーブで。ボール球でも OK。よしよしよし。これならインコースのストレートで決めれる。よっしゃ！完璧。完璧ですね。完璧ですね。僕のこの配球理論って全然合ってるかどうか微妙なんですけど。でもね、その噛み合ってるっていう状況がすごくいい。そして原さんが出てくるっていうね。まあ一発は食らってもしゃあないという状況で投げてるんで、まあこっちとしては何ら問題はない。ツーシームをインローに。これで打たれたらしゃあない。オッケー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 。オッケー。ナックルカーブをアウトローに。ボール球でもオッケー。よし。じゃあインコースじゃない、いや高めにストレート。ボール球で OK。 よしよし。最後はフォークボールで決める。決まれ。よっしゃ、 OK。 ありがとうございました。ありがとうございました。いやーよかった。これで2連勝ですね。あー怖、マジで怖い。こういう戦いが一番怖いけど、野球的に見るならば、こういう戦いが一番楽しいですね。見てて楽しい。ただ、やる分にはすごく苦しいっていう状況ですね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。